英雄たちがかぐやと共に時を超えて戦い始める前、妖魔が押し寄せる医療の地を四人の英雄が駆けていた。甲冑、馬隊、序書、そして馬長である。蜀はすでに妖者によって滅ぼされていた。もはや道は一つ、医療を抜けて妖者討伐軍の本拠に向かい、他の英雄たちと合流して再起を図る。しかし妖魔の追撃が激しさを増す中、このまま逃げていても全滅は必至。ならばこの中の誰かに未来を託し、残る者はその盾となるべきか。未来を託すべき者、それは。決然たる思いを胸に、甲冑たちの瞳が乱と輝く。ここまで追い込まれたか。小田原城まではあと一歩だというのに。若、ここはもう危険だよ。ここは俺たちに任せて。若はそのようなことはできん。俺は最後までお前たちと戦い抜く。馬長殿に心配されるとは。わしらも焼きが回ったら。お主にだけいい格好はさせんぞ。見せ場はこの高架下に譲ってもらわんとな。そうだよ若、自分ばっかり目立とうなんてよくないよ。そのようなつもりは。わかった、今回はお前たちを頼らせてもらう。軽口を装っているけれど、甲冑殿と馬隊殿からは強い決意を感じる。命を懸けて馬長殿を逃がし未来をつなぐ。猛将の覚悟は重いな。さあ行くぞ。今はただこの戦場を駆け抜けるのみ。貴様らに俺の道を阻ませはせん。分かっておろら。きっと若なら道を切り開いてくれる。そう信じて俺はここで命を捨てられるよ。領主はいい大将を担いだな。確かにそれが描きうる最良の手か。小田原城は遠いな。もはや劣勢は覆せん。この地を脱し小田原城で再起を図るぞ。赤兵八陣を抜けよう。それが脱出路に向かう最短の道だ。剣どもめ。
ぞ。天も貫く乱れ打ちよ。やりますな。わざわざやられに来るとは、バカなやつよ。貴様はここで口当てろ。カワキ、ここからは狭い通路が続く。攻撃されないよう急いで抜けなくては。どうしてそんなにかっこいいんだか。人間どもを根絶やしにしろ。わしが伝言を務めよう。馬長殿は脱出地点へ急がれよ。わかった。後で会おう。よくぞ申した。わしとて覚悟は同じよ。力など恐るに足りんわ。さあどこからでも来るがいい。妖魔を引きつけてくれているのか。その心意気無駄にはしない。今攻撃されれば全滅だ。ここは二手に分かれた方がいい。じゃあ俺は別の道から進むよ。若はまっすぐ脱出地点に向かって。
わかった。後でまた合流しよう。またいた。あえて敵の目につく道を進んだか。メスだ。追撃が激しさを増している。龍馬の将を倒せば勢いを止められるはずだ。あがいても無駄よ。貴様らに逃げ場などないわ。どけ。皆が開いてくれた道進むのみ。ビジ、派手に暴れてくれたな。そんなに早く死にたいか。トト、老いぼれの命の使いどころはここよ。よし、これで脱出路は確保できたな。途中で別れた皆は無事だろうか。何か嫌な予感がする。バカは逃げ切ったみたいだね。生きてよ、バカ。俺たちの分まで。魔長は無事逃げ切ったようじゃない。若い者の命、未来へつなげてよかったわい。まだネズミが残っておったか。我が輩が粉砕してくれようぞ。ひよっこどもりはまだ任せておけんでな。なんとか医療を抜けることができたが、なんだこの妙な胸騒ぎは。ジョショ殿、頼みがある。先に小田原城へ向かってほしい。俺はもう一度医療に戻る。小田原城の皆にはそう伝えてもらいたい。俺が止めたところで聞いてはもらえなさそうですね。ああ、すまん。わかりました。では先に小田原城へ向かいます。ですがくれぐれもお気をつけて。馬長殿は皆の希望を背負っているのですから。ああ、わかっている。必ず生きて小田原城で会おう。上出来よ。